井上義行は日本の政治家で自由民主党所属の前参議院議員。元内閣府官僚として内閣官房内閣参事官補佐、内閣官房副長官秘書官、内閣官房長官秘書官、内閣総理大臣秘書官などを歴任した。YouTube チャンネル井上義行チャンネルにて政治的主張や自身の経験談、ニュースに対する見解等を語っている。 神奈川県小田原市の出身で、小田原市営住宅で生まれ育つ。小田原市立千代小学校と小田原市立千代中学校を経て、創業高等学校は体操部で活動して卒業した。日本国有鉄道に就職して勤務しつつ、日本大学経済学部通信教育課程を卒業した。1988年に国鉄分割民営化の人員整理により総理府で、 勤務する。1998年に、ぬかが福士郎内閣官房副長官の秘書官となる。2000年7月に、安倍晋三内閣官房副長官の秘書官となる。2005年10月に、安倍晋三内閣官房長官の秘書官となる。2006年9月に、安倍が内閣総理大臣に就任すると、内閣総理大臣秘書官となる。 2007年9月に内閣総辞職に伴い総理大臣秘書官を退任した。千葉科学大学の客員教授などを務めた。2009年8月に第45回衆議院議員総選挙で神奈川17区から無所属で立候補して落選する。2010年8月にみんなの党神奈川県第17区支部長となる。2012年に 第46回衆議院議員総選挙で神奈川17区からみんなの党公認で立候補して落選する。2013年7月に第23回参議院議員通常選挙でみんなの党から比例区候補として立候補し47,757票で得票数4位、党内再開で初当選した。2014年11月にみんなの党が回答した。 2015年1月に日本を元気にする会の決闘に参加して国会対策委員長となる。2015年12月7日に日本を元気にする会へ離党届を提出して受理され、日本を元気にする会は所属議員数が5人を下回り政党要件を喪失した。12月24日に会派自由民主党は井上の入会を 参議院事務局に届け出たが、比例選出議員のため入党はしなかった。2016年1月14日、自由民主党の派閥である、政和政策研究会に、客員会員として入会した。2018年6月20日、自由民主党は2019年執行予定の第25回参議院、議員通常選挙の比例代表候補として、井上の公認を内定した。 前回の選挙で旧民奈の党の比例区選出で当選主体の上は国会法の規定により現職のまま当選時と異なる政党から立候補はできずに議員辞職を要し2019年の第198通常国会終盤の6月25日に議員辞職願いを提出して同26日の参議院本会議で議員辞職が許可された旧民なの党の比例名簿は 党の消滅によりすでに取り下げられており、繰り上げ当選は行われない。第25回参議院議員通常選挙は、同年7月21日に執行され、87,946票を獲得するも、党内25位で落選した。2013参院選毎日、新聞候補者アンケートや2019年の朝日新聞によるアンケートによると2000年7月、 第二次森内閣の内閣官房副長官に就任した安倍の秘書官に任命され北朝鮮による日本人拉致問題の情報収集を担当する直後に拉致問題を所管する外務省から越権行為として内閣府に抗議が届いて対応に追われた2004年内閣参事官補佐として第二次小泉法庁前に北朝鮮へ単身で 乗り込み拉致被害者の子供の帰国について交渉し、子供の帰国を実現させた。2005年10月、安倍が内閣官房長官に就任すると、安倍に指名されて内閣官房長官秘書官となる。安倍は私と国のために情熱を注いでくれると評価した。2006年9月、安倍の内閣総理大臣就任に伴い内閣総理大臣秘書官となる。第一次。 安倍内閣が金銭問題で閣僚辞任が相次ぎ1年の短命政権となった原因に閣僚の身体検査の甘さや官僚と安倍の面会を拒み正確な情報が届けなかったことが挙げられ担当する井上に批判が集中した小泉純一郎の総理秘書官を務めた飯島伊沢は官邸人事の肝は誰を総理秘書官に据えるかだ安倍さんは国鉄から ノンキャリア官僚になった井上義行、鳩山さんは通算官僚の差の忠勝を据えて失敗したと評している。安倍内閣の官房副長官、的場順三は閣僚に堅い自春な役人と喧嘩はするな、何かあったら相談してくれと忠告したが一度も相談されることはなかったと語っている。2007年当時、 安倍の海洋生大長遠利官は知られておらず、井上は批判に対し安倍さんの病気のことを考えれば面会は制限せざるを得なかったと主張している。官僚出身者は選挙より政策を優先させるため結果として政権が倒れる場合がある。官僚出身の秘書官は官僚と政治家の両方から嫉妬されるとして秘書官は二度とやりたくないと語っている。 2014年2月19日、国の統治機構に関する調査会の質疑で、首相公選制と同州制の導入を主張し、同時に会計検査院を国会におき行政の監視機能を強化するべきと主張した。3月5日、予算委員会の質疑で、憲法改正に言及し、北朝鮮で内乱が発生した際に拉致被害者を救出するために自衛隊を、 出動可能とするための法整備を行うべきと主張した。また、4月4日の参議院本会議では、敵基地攻撃能力の保有と、集団的自衛権の行使容認を主張した。5月22日、外交防衛委員会で、靖国神社問題について質疑し、どの総理であれ、靖国神社に行くということは、当然とし、靖国神社参拝によって、 中国との経済関係が悪化するという意見を全くそれは当たらないと主張した。また、中国の台頭に対しては、アメリカ合衆国、アセアンとの連携を強化するべきと主張した。2015年4月26日、拉致問題の解決を目指す国民集会に出席。北朝鮮が拉致被害者の再調査に合意したストックホルム合意について、むしろ、 北朝鮮を有利にしてしまったと述べた。5月11日、決算委員会で大涌谷の噴火について質疑。立ち入り規制が箱根全体と誤認され、風評被害の懸念があるとして、国土交通大臣の太田昭広に対し規制範囲について正確な情報を発信するように求めた。ありがとうございます。